鮮やかなピンク色の服で番組を進行するのんちゃんです。干してますね。お洗濯日和ということです。ちゃんとタオルこうやって同じ面積こうじゃなくてこうずらしてね干してるので、こうやってする方が風通しが良くなって乾くの早いんですよね。知ってはいるけどなかなかしてなかったんで、今これを見て、あ、素敵って思いました。長さとかね、高さとかを変えた方が風通し良くなって乾きやすいですよね。お洗濯日和ですけれども、かつねこうやって工夫もされているということで、あっという間にね乾きそうです。タオル類もね、一番こう生乾き臭とかになったら悲しいので、ね、これくらいよく晴れてカラッと乾いてくれるとね、安心しますね。さあ、続いて見ていきましょう。いいよ、干し方いいよ、ということで。続いて見ていきましょう。私はいいよ、いいよの人じゃないのに。すぐ来ちゃう、いいよ、いいよ、スタッフさんが。最後北海道を見ていきましょう。北海道は雲多く広がっているところ、日本海側はねありますけれども、ちょっと怪しい色合いもしているので雨雲となっていそうです。ただ太平洋側など晴れているところもありまして、快晴青空にピンク色のコスモスということで、ちょっと今日も似てないですか、ピンク。この後このまま青空の元行ったらコスモスみたいな、何言ってんだっつって次行きたいと思います。ここまでいただいてです。なんか気づいちゃった。気づいてしまったので言いたくなってしまいましたね。そんな風にもね、似てますよね、似てるということで、ぜひね鮮やかな色が映えそうな今日はね青空となっているところも多くありました。衣替えしてないとちょっとお出かけできないですからね。せっかくの週末お出かけをねしようと思ったタイミングで、あ、なんか衣替えしてないしみたいな、なんか分かんなくなって着る服もないからみたいなね、ゆっくりしちゃおうみたいにならないようにね。なんかみんな読んでるな、聞いて聞いて、聞いてないで読んでるな。さあ、コスモスと同じ色着て秋の空、あ、いいじゃないですか。うん、皆さん今日どんどん出てくるじゃないですか。ねえ、本当コスモス色で、スタジオにもコスモスありますしね。このサンシャインはスタジオ青色の光のセットになりますので、ねえ、もうまさに今日のどこかに広がっていそうな景色をスタジオで再現しております。聞いてるってっていうことでね。いいんですよ、いいんです、いいんです。一句読んでいただいてご紹介していただければ拾いますので、ぜひ皆さんの案を。服装を悩んで選ぶこの季節、もうそのまんまですけどね。さあ、ここまでウェザーニュースライブサンシャインですね、3時間お送りしていきました。担当は大島りのんでした。ぜひこの後もね、お天気変化は今日はねコロコロ変わっていますので、天気変化に注意して一日お過ごしください。週明け月曜日ですね、1週間頑張っていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。